エミリー・フィッツロイはイングランド出身で後にはアメリカ合衆国の市民権を取得した女優。1915年に映画にデビューし、1944年に引退するまでちょうど100本の映画に出演したとされる。エミリー・フィッツロイは女優としての経歴をまず舞台から始めアメリカ合衆国へ渡って、1912年から1922年に かけてニューヨークのブロードウェイで6本の演劇と1本のミュージカルに出演し、なお知られるようになった。映画には1913年から1944年にかけて100本ほどに関わったが、その大部分はアメリカ合衆国の映画で、イギリス映画は極わずかであり、うち60本ほどはサイレント映画であった。代表作には D.W. グリフィス監督の 東への道、キング・ビダー監督の、元凶時代、エドマンド・グールディング監督の、アンナ・カレニナ、ジョージ・スティーブンス監督の、病院の人よ、D.W. グリフィス監督の、炎の女などがある。ありがとうございます。